ホルダマーの結晶構造員ヘルブ、チン、アクタ、2003、86、1598から1624。科学において、ホルダマーとは、不連続な作業分子、または、溶液中で、立体構造的に秩序を立った状態で、折りたたまれているオリゴマーである。タンパク質、拡散、多糖類に見られる、アルファーヘリックスや、 ベータシート、二重螺旋などのような特定の構造に折りたたまれる能力を模倣した人工分子を指す。ホルダマーの構造は隣接していないモノマー間の非共有結合性相互作用により安定化されている。予測可能な構造を持つ巨大分子を設計することがホルダマーの研究の主な目標である。ホルダマーの研究は分子の自己組織化、分子認識、ホスト、 マイナスゲスト科学のテーマとも関連している。ホルダマーのサイズは様々であるが、非共有結合性で隣接しない相互作用の存在によって、その大きさは決められている。ポリウレタンやポリのように隣接する繰り返し単位間の共有結合性相互作用により確実に羅線状に折りたたまれる分子は、ホルダマーには含まれない。ホルダマーは、 大きな挙手的な折りたたみがまず相溶媒性効果により引き起こされ最終的な折りたたみ構造のエネルギーは非共有性相互作用により安定化されるという動的な折りたたみ過程をとる。これらの相互作用は競争的に作用することで最も安定な三次元構造を形成し完全に折りたたまれたあるいは完全に展開した状態は 部分的に折りたたまれたどのような状態よりも安定である。ホルダマーの構造はしばしばその一時配列から予測できる。この予測プロセスには様々な条件下の原子レベルでの折りたたみ平行構造の動的シミュレーションが伴う。この種のシミュレーションによる分析手法はタンパク質の一時構造が特に短い部類、つまりタンパク質を構成するアミノ酸の数が 比較的少ないものには適用できるものの、そうでないタンパク質に対しては2007年現在、コンピュータの処理能力などの技術的な問題のために不可能である。ホルダマーの折りたたみ経路は様々な熱力学的及び速度論的条件の下で実験的に決定された好ましい構造からの変化を測定することによって決定することができる。その構造の変化は 好ましい構造の骨格原子位置から事情、平均平方根変差を計算することによって測定される。様々な条件下でのフォルダマーの構造は計算的に決定され、ついで実験的に検証されうる。温度、溶媒粘土、圧力、pH、及び塩濃度を変化させることで、フォルダマーの構造に関する非常に有益な情報を得ることができる。 折りたたみの動力学及び折りたたみの平行を測定することにより、これらの様々な条件がホルダマー構造に及ぼす影響を観察することができる。溶媒は折りたたみにしばしば影響する。例えば、素水性の崩壊を伴う折りたたみの経路は、非極性溶媒中では全く違った結果となる。この違いは異なる溶媒では、 折りたたみ経路の異なる中間体が安定化されるという事実に起因している。これは分子間の非共有結合性相互作用に基づく最終的なフォルダマー構造が溶媒により異なっていることと同様である。非共有性の分子間相互作用は個々の作用は小さいもののその力が合わさることで化学反応の主な道筋を決めている。 以下に示した一般的な分子漢字からが、科学者がホルダマーを設計する際に利用されている。ホルダマーは三種の異なったカテゴリーに分けられる、すなわち、ペプチド模倣型ホルダマー、拡散模倣型ホルダマー、非生物型ホルダマーである。ペプチド模倣型ホルダマーは、タンパク質の構造に似せた合成分子であり、 拡散模倣型フォルダマーは、拡散の相互作用に基づくものである。非生物型のフォルダマーは、一般的に自然界には見られない、方向属や、電解度相互作用により安定化されているタイプである。以下に示したフォルダマーの3つの分子設定タイプは、ヒルラの言う厳密なフォルダマーの定義からは、外れているものもある。彼らは、螺旋型は、フォルダマーから除外している。 ペプチド模倣型ホルダマーは、螺旋構造を示すことが多いので、前述のホルダマーの定義に当てはまらないことが多い。ただ、螺旋構造を示すホルダマーは、その設計と能力のためホルダマー研究の主要な歴史的学期となっている。ペプチド模倣型の最大のグループは、ベータペプチド、ガンマペプチド、デルタペプチド、および可能なモノマーの組み合わせからなっている。 これらのペプチドのアミノ酸はメチレン炭素の数が1個、2個または3個異なるだけだが、その構造変化は極めて大きい。これらのペプチド配列は折りたたみを信頼性よく予測できる配列の制御として非常によく研究されている。さらに、隣接するペプチド結合のカルボキシルマッタンとアミノマッタンとの間に複数のメチレン炭素を有する場合、 いろいろな歩き速さを設計することができる。一例として、ライザーラにより見出された新規なベータペプチドが挙げられる。彼らは、アルファアミノ酸を呼びしすべタ、アミノシクロプロパンカルボン酸からなるヘテロオリゴペプチドを用いて、そのオリゴマー中の7残機という短い配列に螺旋構造を見出し、また5残機に明瞭な立体構造を見出した。それらの構造は、 感情 β アミノ酸を含有するペプチドに特有の性質である。核酸模倣型は一般的にホルダマーとしては適当ではない。その大部分は DNA を一と食い的に標的とするために単一の DNA 塩基、ヌクレオシド、またはヌクレオチドを模倣するように設計されている。これらは抗ガン、抗ウイルス及び 抗真筋用途を含むいくつかの異なる医薬用途に利用される。しかし、いくつかの拡散模倣型は、ホルダマーの性質を持っている。例えば、アンチセンス技術は、細胞中の DNA、または、メッセンジャー RNA の特定配列を標的とする。これらの分子は、DNA と同様な方法で一緒に結びつけられた。 種子の異なるヌクレオチド類自体から一般に構成されている。この種の分子は一本腐り RNA と同様のやり方で溶液中に置いて個別に折りたたまれる。オリゴピロールへのアニオンの範囲とそれによって起こる立体構造の固定化。非生物型のフォルダマーは動的な折りたたみを示すように設計された有機分子である。それらは 設計により最適化されたように、一つまたはいくつかの基地の重要な分子間相互作用を利用する。一例がピロール誘導体の一種のオリゴピロールである。この分子は水素結合を通して、例えば塩素イオンのようなアニオンと肺結合する。アニオンの存在が折りたたみを有機し、ポリピロール元は他に取りようのない立体構造に制限される。 ゲルマン、SH、フォールデマーズ、A マニフェスト。アック、ケン、レス、31、173、180、ドイ、10.1021、R96298R ht、http コロンスラッシュスラッシュ www.chem.wisc.edu スラッシュゲルマン、PDF、61、PDF、アロマティックアミデフォールデマーズ、 ストラクチャーズ、プロパティーズ、アンドファンクションズ、ケン、レブ、百十二、五千二百七十一、五千三百十六、ドイ、十点一零二一、cr 三十万百十六キロ、プミド、二千二百八十七万千百六十七、ジュアーカー、h、アニオン、コントロールド、フォールデマーズ、ケン、ソック、レブ39、三十九。 3664 3674ドイ、10.1039 B926162C ありがとうございます。